皆さん、こんにちは。良い一日を。本日のニュースレターには、以下の主要なニュースが含まれています。中国広西チワン族自治区龍州市東留安県では、連日大雨が続き、一部で豪雨に見舞われた。同県にある東留港雨季水力発電所は、洪水防止計画に基づきダム放水を実施。上下流の洪水圧力を軽減し、流域の安全を確保している。中国内陸部にある重慶市、大雨で流れ出た大量の土砂が高速道路を飲み込んでいきます。湖南省では住宅街で土砂崩れが発生し、生き埋めになった二人が死亡しました。大雨は南部を中心に広い範囲で降り続き、広西チワン族自治区にある大学の駐車場、止められていた電動バスから突然、煙が上がり、爆発しました。火は隣に止まっていたバスにも次々と燃え移り、4台が炎上。およそ20分後に消し止められ、怪我人はいないということです。地元当局は出火した原因を調べています。中国ではこのところ、電気自動車や電動スクーターからの出火が相次いでいます。長江流域の洪水被害は依然として深刻な状況にあり、中国南西部の雲南省湘南市と貴州省、筆雪市の境界地域、地震が発生した。でに89人が死亡し、896人が負傷している。死傷者は今後さらに増える可能性がある。降雨と上流からの水が重なった影響を受け三峡ダムの水位が潮警戒状況まで高まった。三峡ダムの水位はすでに 177.9 メートルに、達し、警戒水位を約上回った。西北地域の中東部、内蒙古、内モンゴル自治区、河北、東北地域の広い範囲で、西から東へと雨雲が広がり、中程度の雨、または大雨が降ると予想されている。一部の地域では豪雨になり、局地的に非常に強い豪雨になる恐れがある。中国四川省成都市西白港区で、震度 5.2 の地震が発生した。地震は、龍泉山断層帯で発生した。約1500万人が住む、成都市内では強い揺れを感じた人が多く、この地震による死傷者はまだ確認されていない。中国南部で、大雨が降り続き、洪水や土砂崩れなどの被害が、相次いでいる。連日の豪雨により、河川の水位が上昇し、福建省敏港支流や、広西チン族自治区西支流、広西省、江上流、湖南省湘江上流などで警戒水位を超え、洪水が発生している。中央気象台によると、今後まも大雨が続く恐れがあり、被害の拡大が懸念されている。は、非常に強い豪雨が降り続くと予想している。今年の洪水被害の被災都市は、すでに45の省、被災者数は1252万人。長江沿いの湖北省の680のダム湖。安徽省の299のダム湖は制限水位を超えており、目下全力で放水による水位調節を行っているが、もはや洪水防止の役には立っていない。Thank you.
Thank you.